おはようございます。2014年6月6日金曜日6時5分になりました。おはようございます。6月になってちょっとね、雨とか降って、梅雨っぽくなってきたのかなという感じで、この辺はですね、しとしとと雨が降ってるような感じで、そんな土砂降りになったりとかっていうのはなかったね。なんとなく梅雨らしい雨になったかなと。で、少しこう肌寒い感じになって、この前までのね、猛暑という猛暑じゃ真夏日のような暑さからちょっと解放されて少し、楽になってる。で、そのカラッカラに乾いてた空気もね、湿気が出てきたんで、まあまあいい感じになってきたんかなというね。少しこう雨が降ってもらわないと本当に京丹波町なんかにいるとですね、周り田んぼとかいっぱいあるんで、田んぼとか畑とか、本当こう心配になりますよね。カラッカラになってカンカン照りが続くと。まあそれはさておき、ですね、今日は IT メディアニュースからもこれもあっちこっちで話題になってるんで、もうよくご存知かと思いますが、空気を読む人型ロボットソフトバンクから20万円で登場、開発者向け SDK 公開、プラットフォーム世界展開ということで、ソフトバンクもついにロボット事業に、入ってきたかという感じなんですけれども、このね、ロボットを20万で売るって、来年の2月から、まあ、19万8000円ということで、の予定で発売するっていうことなんで、すごいですよね。人型ロボットなんですけど、そのよくある二足歩行をやめて、下が、要はコマというかタイヤというか、車輪をつけて、で、まあ、移動するという形にしたので、で、まあ、その分コストダウンが図れていると、まあ、確かに、その通りなんですよね。何が難しいって、二足歩行の方がバランスを取らなきゃいけない、その辺の制御をしなきゃいけないのがあるので、そこがね、めちゃくちゃに大変なんですよ。で、そこに必要ないろんなそのジャイロやら何やらかんやらで、あと関節の数が増えるので、要はそれぞれに、突っ込むモーターの数も増えてくるとかね、可動部分が増えて複雑にこう動かさないといけないので、その分がやっぱりものすごくコストが上がっていくんですね。で、まあ、そういうこともあって、まあ、昔ですね、昔っつってももう5年ぐらい前ですかね、ロボットを作ってる人とかと話をしたことがあるんですけど、言ってたのは、いや、なんでわざわざ二足歩行必要なんかねっていうやっぱ話になっちゃうんですね。まあ、その面白さというか、そのなんとなくのイメージでは、人があちこち歩くことを想定して、建物って作られてるわけですよね。建物とか、あと道路なんかもそうなんですけども、あとはね、そので、そうすると、そういうところにスムーズにロボットをこう導入しようとすると、やはり特に大きいのは段差ですよね。人間は難なくその段差っていうのを認識して乗り越えていけるんですけれども、ね、階段とか、まあ、普通の家でもそうですけども、日本の民家って必ず玄関で1段上がってるっていうスタイルが多いので、まあ、最近はバリアフリーとかっつって、その車椅子のままでもこう入れるような家とかも出てきてはいますけども、とはいえまだまだ圧倒的大多数の家が玄関のところで1段上がってるっていうのも普通ですよね。で、なので、そのそこの段差をどう乗り越えるかっていうのは、実はその、非常に面倒な話になっていて、だからその人型ロボットにした方が家の中にこうね、ロボットを導入するのはやりやすいよねっていう話にはなっていくんですけども、それをしてあと何をするのっていうのが、その次問題になってくるんですよね。で、まあその辺が考えてると、そんなことよりも本当に今すぐ実用化したいんであれば、レール引いて、でレールの上をまあ
車輪つけて動かした方が速くねとか、あのゴムのタイヤつけてあの走らせた方が速いよねっていう、そういうことになっちゃうんだよね。でまあそれに合わせて建物とかだったら工場とかだったらそれに作っちゃった方が、確実に動けるし実用性としては非常に高いんですね。まあそんなところも考えると、まあ、今回のこのロボットはちょっとねその辺の折衷案というか、やることは人の相手をするので、どちらかというと人の居住空間の中で行動するロボットになってくるわけです。でかつその、車輪がついてるっていうことなんで、まあある意味ねこれからのそのバリアフリーの家とかそういう設計をしたものの中ではこういうロボットって動きやすくなってきてるのかなと。でやっぱりどうしてもサイズの問題ですね。あとはその大きいとやっぱり邪魔になるんですね、家の中でそんなもんが動き回るときに。まあホンダのアシモなんかもあのサイズ、小学生ぐらいのサイズにしてるのは家の中で動くということを想定してあの大きさにしてるんですね。まだまだですね、あのロボットの場合あの重たいものを持つとなるとやっぱりそれよりもっと重たい体を持たないとですね、バランスをうまく取るって非常に難しいんですよ。人間の体って非常によくできていて、ボディービルとかウエイトリフティングとかああいうのは見てると分かると思うんですけど、自分の体重以上のものを持ち上げたりしてますよね。であとはその共同で持ち上げるっていうことができません、人間って。その2人とか3人で、まあ、例えば100キロのものを持ち上げるとかっていうことができるわけですよ。で1人当たりをこう50キロ持つように、50キロというかまあ30キロぐらい持つようにすれば、100キロのものでも3人とかあるいは25キロぐらいだと、ね、4人とかでこう一緒にこう持ち上げたりできるんですね。ああいう共同作業っていうのはこうフィードバックをかけながら自分の体の姿勢を変えたり持ち方を変えたりするっていうね、それって今のロボットに非常に難しいんですね。でそういうことをこう考えていくと人間の体とかってすごくよくできてる。でそういうものをねこうロボットにやらせるのはなかなか今大変なんですけど、でまずはこの今回のロボットの場合はそういう力作業ではなくって人の相手をすると、コミュニケーションっていうのを主軸にしたロボットで、まあねどっちかっていうとこの分野に関しては日本の方がやっぱり世界の中ではすごく抜きん出てる感がありますよね。いろいろそのでまた受け入れる素地が日本ではあの非常にあの大きいというか、やっぱり鉄腕アトムとかの影響が大きくて、海外ではやっぱりロボットってどうしてもその産業ロボットとかその人の代わりにこう作業するものとか、労働するものみたいな、やっぱりねそういう意識ってすごい強いで、日本はどちらかというとその人と共存するようなロボットみたいなものも普通に素直にこう受け入れれるというか、そういうところでもあるんですよね。そういう文化があるので、でまあそこら辺をねこのロボットを作ってこう販売して、しかもその開発できるいろんな人が開発できるようなプラットフォームにしていくっていうのはすごい面白い発想ですよね。でこれをまあ19万8000円で売る、来年2月からっていうことなんで、今からだとまあ、だって毎月3万円ずつ積み立てれば買えるようになりますんで、そんなにめちゃくちゃね大変なものを買うっていうわけじゃないしね、ちょっと高いパソコンだと20万ぐらいしますから、これはなかなか面白い大人の遊び道具ができてきたのかなと。でまたこれを使って、なんていうんですかね、今後の特にその日本だと一人暮らしの人がすごく増えてくる中で、この手のものっていうのは単にねロボットの形してるしてないはちょっとまあ置いといても、人の相手をコンピューターがするっていうのはですね、だんだんあり得る世界にこうなってくる。それが別におかしな世界ではなくなるような気がするので、こういうジャンルにソフトバンクがこうね入ってくると、孫さんも多分その辺のことはいろいろ考えての上での話じゃないかなという気がします。ちょっとね面白そうですよね。なんかこれ
まあ、一人でね、毎月3万積み立てるの大変なんで、なんかグループ作ってみんなでお金出し合って遊べる場を作ると面白いんかなとか、いろんなことをね、思いますけれど。さて、そんなところで、もう6時15分になりました。今日は金曜日ですね。今日一日行きました。さてお休みという方もいるかと思いますが、6月は祝祭日がありませんのでね、ちょっとなんかしんどくなる人も出てくるかもしれないですけど。それからですね、最後に来週6月13日は金曜日なんで、いよいよ13日の金曜日、恒例の私は13日の金曜日夜9時、Ustream でテクノロジーの怖い話っていうのをやってますんで、よかったらそっち聞いてください。今回はですね、ビットコインホラーナイトと、称してですね、本当は怖いビットコインの話を、ちょっとね、そのマネーロンダリングがどうのこうのそんなんじゃないです。本当に怖いところはそこじゃないです。皆さん気づいてるんでしょうか。その辺をですね、テクノロジーの話あんまりないので、ちょっとね面白い話として、そして面白く怖い話として聞いていただければ13日の金曜日にやりますので、よろしくお願いします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。